フレッド・カバゾス・ラウロフレッド・カバゾスは、アメリカ合衆国の政治家、医学者、教育者。ヒスパニック系として、初めて閣僚職に就き、ロナルド・レーガン政権から、ジョージ・ H.W. ブッシュ政権にかけての1988年から1990年まで、教育長官を務めた。動物学と生理学に精通し、大学学長及び教授として、 医科学や医学教育に関する書籍を複数執筆した。また、公衆衛生問題に関する国際的権威でもあった。1927年1月4日、ラウロフレッド・カバゾスは、テキサス州、キングスビル近郊のキング牧場において誕生した。カバゾスは、牧場主や牧場従業員に囲まれて幼少期を過ごした。カバゾスは、 キングスビル地域の公立学校で学び、続いて第二次世界大戦終戦までの2ヶ月間を陸軍で過ごした。戦後、カバゾスはテキサス州へ戻り、一時的にテキサス農工大学に在籍した。カバゾスはその後テキサス工科大学に転学した。カバゾスはテキサス工科大学で、 動物学の学士号を取得し、続いて動物細胞学の修士号を取得した。カバゾスはアイオワ州立大学の博士課程に進み、1954年に生理学の博士号を取得した。1954年秋、カバゾスはバージニア医科大学において常勤の教員となった。カバゾスは以後10年わたってバージニア医科大学で解剖学を教えた。 1964年、カバゾスはタフツ大学に移り、医学部での教職に就いた。カバゾスは1975年に医学部の学部長となった。カバゾスはまた、テキサス工科大学を呼び、同大学の健康科学センターにおいて、非常勤の講師を務めた。1980年、カバゾスはタフツ大学での16年にわたる教員、生活に別れを告げ、 母校テキサス工科大学に戻った。カバゾスはテキサス工科大学で学長として受け入れられた。カバゾスは学長職を務める間、同大学の健康科学センターも管理した。カバゾスには学長として強い権限が与えられていたが、異なる派閥とでも妥協を受け入れる傾向のある、組しやすい人物でもあった。カバゾスは恩和な人物であったが、 確固とした信念を貫くことで支持を集めた。1984年、在任期間の規約に関する論争から、テキサス工科大学の教員は、カバゾスに対する不信任決議を行った。だがカバゾスは、平然と動かず、以降1988年まで学長にあり続けた。カバゾスは、人気規約に関して、追加講義を受け付けずに、わずかな変更のみに止めた。 その後カバゾスは教員側の賛同者としての評判を獲得したがテキサス工科大学内では表だってカバゾスの味方をする人物は見受けられなかったカバゾスは規模の大きな大学の学長として間もなく自身の影響力を拡大させたカバゾスは1980年代前半のうちに医科学や医学教育に関する著書をいくつか出版した またカバゾスは世界保健機関その他の国際的な構成機関で顧問役を務めた。1984年、カバゾスはロナルド・レーガン大統領から教育分野での優れた指導力を表彰する賞を授与された。1988年、ロナルド・レーガン政権において保守派のベネット教育長官が辞任すると、レーガン大統領はカバゾスを 公認の教育長官に指名した。カバゾスは1988年8月9日に任命を受け、9月20日に上院の承認を受けた。カバゾスはヒスパニック系として初めての閣僚ポストに就任した。この実績により、カバゾスはラテンアメリカ市民連盟からナショナルヒスパニックリーダーシップアワードを贈られた。ラウロフレッド・カバゾスは テキサスに入植したメキシコ系移民の子孫六世であった。父親のラウロ・フラッド・カバゾスはキング牧場で現場トップの牧場監督を務めていた。母親はトマサ・キンタ・ニージャであった。弟のリチャード・カバゾスは陸軍大将であり朝鮮戦争とベトナム戦争に参加した。妻はテキサス工科大学時代に知り合ったペギー・アン・マードックであり、 カバゾスは、妻ペギーとの間に子供を10人設けた。ありがとうございます。